それでは鳥越さんからまずはテーマの発表をお願いいたします、はいはい、私は移民難民問題と世界の移民難民問題と日本今年ヨーロッパを目指して地中海を渡ろうとした難民や移民のうち死亡したり行方不明になった人は5000人を超え過去最悪となりました去年は3777人おととしは3279人でした 国連難民高等弁務官事務所はヨーロッパ各国が難民や移民の受け入れを積極的に行えば危険な渡航は減るとしていますが各国では受け入れに対する批判的な意見が広がっており有効な対策が見いだせていない状況が続いています。 さあ特にシリアの問題は、はい、これはもう内戦をどう止めるのかということがポイントですけれどもその兆し見えずですからね。シリアだけではないんですね実あですねそはもうあのチュニジアが始まったあのチュニジアのアラブの春リビア、はい、エジプトという体制が崩壊して、えー、まあその難民が発生してうんでヨーロッパにずどんどん難民としてい、まあ、ったわけですね。 若干違うんです移民というのは一定程度その枠があってその合法的に入っていくん移民ですけれども他国からあのよその国に行くんですけど難民というのはもうなんていうのう戦火を逃れて、うん、あの希望の土地を求めてわっと押し寄せるんで集団で来るんです,そうですだから今ヨーロッパの国々は大変なんですけども。 私実はちょっとここ最近ねあのロンドンに行ってまして、はい、なぜロンドンに行ったかというとイギリスが EU を離脱したわけですよね。今年の大きなニュース,でしたでュースなんですね。うん、でなんでだろうというのがちょっとずっと疑問にあって、まあ、ちょっと時間があったので行って、まあ、現地のジャーナリストなんかに取材をしてきました。でそのの結果あの、まあ、この たイギリスのメイ首相。要するにイギリスは EU 離脱を決めたんですまだ実際には、まあ、自発はしてませんけどこれ,これから手続きが行われますけれども、えー、僕が聞いたらですね背景に何があるの離脱の背景にはそしたら彼が言うにはですね、えー、移民と格差問題だと。うん、で移民という言葉を言ってんです僕はびっくりしましたね「え移民があるの?で」イギリスには移民と格差問題があって。 それがあーあのヨーロ EU と同じようにやっていたらそのイギリスとという国の価値がなくなくるとイギリスはイギリス人でコントロールするブリティッシュはブリティッシュだヨーロピアンじゃないとフランスやドイツは自分たちのことをヨーロピアンと呼んでる、うん、だけどイギリス人はヨーロピアンと呼ばない、ね、我々はブリティッシュだ、うん、いうそういうまあ 誇りもあってでそういう偉大な大英帝国ですねだから移民というのが僕は非常に気になってどうなって調べてみました今ね世界の総人口の移民の比率が3.2パーセントだそうですう世界で、ね、でいわゆるフランスドイツイギリスなどの先進国アメリカも含みますが10.8パーセントだいたい1割ぐらいあるんですねでそれに比べて日本は1.9パーセント で日本はもう非常に低いわけですね。あのそれは日本ではその在留資格を専門的技術的分野に限定して単純労働者の受け入れ枠を設けてこなかったと。単純労働者入れまいよという意味は日本は取らないうん、うん、いうことはあったんですね。それがね、えー、まあまあそれはこれですけど、それところが実は安倍政権になってから2014年の これが2014年の閣議決定というのがありましてえ外国人の活用ということが挙げられてましてですねこの,この日本最高戦略改定2014というのがあるんですがその中でえ専門制度改革あつまり雇用制度改革人材力の強化の一つに外国人材の活用ということが挙げられているつまり積極的に学人を活用しましょうよということが言われている。 これは今までの,その単純労働者一回入れないということとちょっと違うまあアベノミクスの一つの一環としてこういうことが言われてるんだと思うんですけど特に経済界からのリクエスト強い言われてますよねから日本は少子高齢化でどんどんね人口減っていくしえ特に単純労働製造業の現場は人手不足にこう陥っていくというそういう中で一つの解決策としてえ外国人労働者をまあ移民として入れると、うん。 いうことはどうかというまあこういう考え方がまあ人出てきてる。しかし現実にはですね。これですよね。ええ、技能実習制度もあ,<の>あって、えー、実を言うと現実と建前の乖離。違うんです。うん、コンビニ行ってもね、もう今外国から来た、うん、多いでしょ。うん、だから例えばね、あの自動車製業なんか製造なんかそうですけれども、あのブラジル日系ブラジル人とかペルー人、まあ日系がほとんどですけれども。 ほとんどあの現場を担ってるんですよ。すね、も町ができてるぐらいですからす。そうですね。それは静岡県、愛知県、知それから群馬県などにはあの日系ブラジル人の町がいっぱいありますから。うん、東京でもそうですよね。うん、日野市とか。え、ね、ええ。え僕僕たちはあんまりよく知らないんですけれども、実はそういうふうになっている。だから僕はね、この問題はもうあのいずれ日本がこの人口が減っていく中で、えー、なでちゃんと向き合わなきゃいけない。 大きな問題ですでこれどうするのかっていう非常に難しい問題だから単純に移民をどんどん入れたらどうなるかいうとやっぱり文化の摩擦が起きてそこで犯罪が多くなったりすることは欧米で見られるとでアメリカはですねトランプ大統領のはあらできてそしてメキシコ国境に壁作るとそうです、ね、要するにこれからもう不法滞在者は全部掘り出すと。うんうん アメリカや欧米はです、ね、移民にはどっちかというとこれからも反対という方向にだんだん強まっている特、うん、ういう、ね、17年以降は選挙がヨーロッパ各地でも控えていますからね,、はい、ねだからおそらくそっちで反移民、反難民の勢力が、ねうん、力をつけて勢力を伸ばす年に来年はなるんではないかとだから大きな転換点になるんだろう その部分に関してはやっぱり高見さんその市場原理に委ねて何でもかんでもっていうわけにはいかないですよね。そうですね。やっぱり給与金や変化をするとそのどうしてもそのグローバリズムの経済で益を受ける人とそれから取り残された人たちがいて、うん、そこの間の摩擦、うん、国家の分断化っていうのは見られた一年だと思いますね。ここ踏ん張りどころでもありますからね。うんうん、しっかりと議論していきたいです。うんですね、鳥飼さんどうもありがとうございました。はい